ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、えっちゃんです。今回はこちら、オリ消しというおもちゃで簡単にハロウィン風の消しゴムを自分で作っていきたいと思います。中身はこんな感じになっています。これね、専用のケースなんですけれど、このケースの中にこのような消しゴムシートが入っています。で、これですね、指でこうやってちぎると一つのね、パーツになるんです。で、一つ一つにしたこの消しゴムスティックは色別にこの専用のコレクションボックスに分けておきます。で、この中に入れてあるこの折り消し本体にこちらのお好きなデザインシートを入れるんですが、この時ね、上のパーツは取っときます。はい、こんな感じ。そしたらこのね、図面通りにこのピンセットを使って消しゴムスティックを並べてデザインを作っていきます。じゃあ早速やってみましょう。今回はテーマはハロウィンで、たくさんね、消しゴムを作っていくのですが、この消しゴムスティックなんですけれど、いろんな種類が実はあって、まあ、このベーシック13色セットっていうのはもうここら辺にある色ですね。そしてこういった別売りで消しゴムシートが売っていたりもするので、このパステルカラーだけとかでもね、結構いろいろ作れたりするんですけど、今回はね、こういったものを全て使って可愛いハロウィン風消しゴムを作っていきたいと思います。今回はこのストロベリードーナツというデザインシートを使って作るのですが、今回使うこのセットの中には暗いところで光る蓄光消しゴムシートや、温度で色の変わるカラーチェンジ消しゴムシートなどもあるので、それもね、使って作っていきたいと思います。まずこの斜線の引かれているところには、乳白色のミラクルスティックというものを置いていきます。これはですね、消しゴムにならないパーツになります。なのでこれを置いた部分は空洞になる、何もない部分になるというイメージです。そしてこの色のパーツ、普通の、まあ、ベーシック13色セットとかに入っているような色を置いていきます。はい、こっからですね、ハートのマークと点々ドットが2つついたマークの方が出てくるんですけれど、こちらはですね、ハートマークがついているものがカラーチェンジの消しゴムスティック、そして点々がついているものはパステルカラーの消しゴムスティックを置きます。見分け方はですね、消しゴムシートのこの中心、よく見るとポツッというちっちゃい点がついてるんですよ。これがついてるものが色が変わる消しゴムスティックです。なんですけれど、白のこの消しゴムスティックでポッチがついてるものは蓄光の消しゴムシートなので、白の消しゴムスティックと間違えないように気をつけてください。ということで、それぞれ置いていきたいと思います。はい、今回はですね、このカラーチェンジ消しゴムスティックでこのソースのかかっている部分を作っていくので、この色が変わる前はストロベリードーナツなんですが、カッコレモンドーナツと書いてある通り、こちらですね、色が変わります。これはね、後でお楽しみにしときましょう。どれぐらい色が変わるのでしょうか。はい、ということで全部並べ終わりました。全部並べ終わったら、このスティックの材料が落ちないようにこちらの本体上パーツを上から重ねます。はい、固定できたらデザインシートを抜き取って、小さじ半分程度の水をまずはこの消しゴムスティック材料の上、表面全体的に濡らします。さらにその上からまた小さじ半分ぐらいダバーっとお水をつけて、これをここの留め具をしっかりパチンと音が鳴るまで止めてください。そしたらね、これをいよいよレンジに入れて消しゴムにしていきたいと思います。電子レンジに入れたら600ワットで、まあ、500ワットでも大丈夫なんですけど、1分20秒ぐらい温めます。電子レンジを使うときは必ず保護者の方と一緒にやる、またはね、お父さんお母さんにね、絶対ね、レンジに入れてもらってください。加熱し終わったら大変熱くなっているので、3分間必ず待ってから取り出してください。はい、こちらをですね、開けずにこのまま冷水の入ったボウルに10分間つけておきます。それでは10分経ったので出していきたいと思います。せーの、パカッ、おー、できてますね。じゃあ外してみましょう。で、ミラクルスティック、乳白色のね、周りに置いてたやつはこうやってポロポロ取れるので、優しく指でもう取っちゃいましょう。はい、ということで完成。
はい、これね、今はね、これ冷たくてストロベリーカラーなんですけれど、冷たい水とあったかいお湯を用意しました。まずは冷たい水に入れると変わらずピンク。でもあったかいお湯に入れてみます。するとじゃーん、レモン色になります。でもね、レモンドーナツになっても冷たい水に入れるとまたストロベリードーナツに変わります。なのでね、これね、使ったらサーモチェンジのピンクの消しゴムの中にこっちのピンクで柄作ったら、まあ、普段は見えないね、秘密の柄とかも作れるかもしれないですね。はい、せっかく作ったドーナツなので、この上にあるコレクションボックスのとこに入れときたいと思います。じゃーん、これね、たくさん作って並べたら絶対可愛いよね。はい、ということで一つ目はこちらのドーナツを作ってみましたが、今回は自分でもね、デザインシート作ってみました。はい、こちら、じゃじゃーん、ジャックオランタンとキャンディ、そしてお化けくんを作ってみました。こちらの無地のデザインシートは公式ホームページで無料でダウンロードできるので、ダウンロードして自分でね、書いてこうやって切り取って使えばオリジナルのね、デザインが作れるってわけですよ。今回はこの3つを作っていくんですけれど、お化けくんはね、蓄光スティック使っていきたいと思います。早速作ってみます。はい、ということで、じゃーん、4種類作ってみたんですけれど、早速お化けくんが暗いところで光るか電気を消して見てみましょう。ドーナツがカラーチェンジの消しゴム、かぼちゃが普通の消しゴム、お化けは蓄光なので電気を消すと光る。めっちゃ光るやん。え、すごくない？緑色っぽいかな。懐中電灯でがっつり光を当てておくとめちゃくちゃ光るね。ドーナツとかぼちゃは見えないでしょ。もう一回電気つけます。あ、じゃーん。そしてもちろん消しゴムなので鉛筆で描いたものもしっかり消えます。はい、ということで蓄光のお化けくんもしっかり光ってましたね。せっかく4つ作ったので、あと6個作って大量のハロウィン風消しゴム10個作っていきたいと思います。ということでね、10種類作ってみたわけなんですけれど、どれもね、とっても可愛くて、特にこの3つがお気に入りになりました。実際ね、きちんと消えるし、友達と交換したりプレゼントしてもいいと思います。レンジでチンするだけで簡単だし、まあせっかく10個も作ったから、私もオルハ君にあげてみようかな。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いいたします。折り消しの詳細は概要欄にあるので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。